彼昭和16年前なんで、この戦争ってものをね避けて通れない。でも一方でね、彼自身がそうだったんですけれど、どうもねその兵器関係のものに対してもね好きだし、その矛盾の中で生きた人なんですよ、やっぱり宮崎駿っていう人は。要するに自分の好きなものが引き裂かれてるんですよ。一方で戦争の兵器でしょ、で一方で戦争反対でしょ。なんで自分みたいな人間ができたんだろうっていうのをね、あのね、飛行機の設計家とか機械を生産設計した人たちっていうのは、こうどんな時に どんなその時が善であると思ってやっても、やっぱり時代の風化の中で機械文明そのもののこう手先になるから無傷じゃないんですよ。呪われた夢なんです。見て本当に全部剥き出しにいろんなものが見えるんですよ。